の私のお母さんが私の踊ってみた動画とか何かの間違いで私のスライム風呂を作って飛び込んでみた動画を見ちゃったとするじゃないですか。あんたそんなのやめなさいよ、世間に公開すんじゃないよ、恥ずかしいでしょってなるよね。自分の子供がそんな変なことやってんの見てらんない、近所の人にバレたらどうすんのみたいな。で私ね2014年頃に弱虫ペダルすごいハマってて、御堂筋クラスターだったんですけど、好きすぎて自転車買っちゃったんですよ。でずっとこのミド君の髪と旅するブログやってたんですよ。どこに行くにもこれ持ってってた。普通に見るとやばいし、自分で痛いなって思いを抱えながらもやってたんだけど、そうやって毎日ブログ書いてたら稼げるようになったの。クラスのいじめられっ子が、まあ踊ってみた歌ってみた動画を投稿してるとするじゃないですか。で、それがもしいじめっ子に知られちゃったら、お前こんなのやってんのかよっていじられるよね。でもインターネットの世界では可愛いって思ってる人とか、好きだって思ってる人とか、毎日見てる人とかがいっぱいいて正義なの。まあ私だったらなりきりチャット大会開催してみましたみたいな。これを10代とか20代前半の子がやるなら微笑ましいけど、29歳がやるのは尋常じゃないからね。あと芸能人でもモデルでもない一般人がこういうの上げてるのきつくない？私自分で編集してて本当にきつかった。まあ全然再生されないだろうけど、こういうの上げたらどうなるのかなって実験で上げてみたらめっちゃ再生されるっていう。なんだろう、芸人さんがやるとあープロだなーすごいなーって感じで面白いけど、一般人素人がやると痛々しい。ふくれなちゃんって挨拶がこんにちワンワンなんですよ。私初めて見た時正直無言になったけど、コメント欄では可愛いって見てると元気になるって言われて、いろんな人に好かれてるわけじゃないですか。私も結構エムレナチャンネル見てた。そもそも YouTube に顔出しすること自体が痛いじゃないですか。だって大多数の人間はやらないわけだから。で最近気づいたんだけど、身内とかリアル知り合いから見ると痛いってなるんですよ。でもインターネットでやったら正義になるの。だからこの一見痛いっていう行動はね、見ず知らずの画面の向こうの人に対して力を発揮するねん。私みたいなのとはみんな現実では関わりたくないだろうけど、画面で見る分にはエンターテインメントじゃん。だから今の時代はね、自分が思ってるより何やってもみんな受け入れてくれる。本当にみんなの心広いなって思ってる。毎日インターネットがまだない時代に学校に奇抜な格好で行ったとするやん。周りにはうわーあの人ちょっと変だよねって言われるじゃん。でもインターネットがある今にそのファッションをインスタでも YouTube でもネット上に公開すると、私もこういうファッション好きって人がいっぱい集まってきてヒーローになるわけよ。でなんか雑誌から声がかかって、モデルやりませんか、 CM 出てくれませんかみたいなね。この痛いっていうのはインターネットの世界だと人を引きつけるんだよね。不思議と。私なんかそれこそコメント欄に痛いって書かれまくってボロクソ言われるんだろうなって思ってたけど、こう喋り方がムカつくとかいうコメントはあるけど、痛いっていうのはあんまないんだよね。私今でもそれが不思議な感じなんだけど、そうやって不思議に思うのは私がモニタリング見れないタイプだからだと思うんだよね。この間 HS フィーバーやった時にモニタリング見れないって話で満場一致して盛り上がったんだけど、痛々しいのを見てられない、自分が見れないタイプだから、自分が痛いことやっても支持されるわけないと思ってて、でもみんな想像以上に受け入れてくれる現状があって、でだから不思議な感じみたいな。でね、やっぱり今までの人生経験で思うけど、誰もやってないことはやった方がいいね。絶対誰もやってないことって前例がないから怖いんだけど、やると自分が思ってるほど大したことない。で必ずやってよかったって思える。で私も YouTube でこう自分が思ってる考え方を話すっていうジャンル、これうまくいくのかなっていうか、見てもらえるのかなってすごい思ってたもん。でもやったらいっぱいあったかいコメントくれる人がいるし、
チャンネル登録者3000人までいけたし、これからもっと伸びるみたいな。まあ自分が喋った動画とか、踊ってみたとか、歌ってみたとか、動画を上げるのが恥ずかしい。自分が作った作品を公開するのが恥ずかしいって方はね、視野がこうなってるの。どうせ最終的に人はみんな死ぬ。死ぬってことは、こう私の動画を見た記憶も消える。だから1億分の1の自分が、たとえつまんない動画を上げようが、面白い動画を上げようが、どっちでもいい。どうでもいいんすよ。最終的にみんな死ぬんだもん。だから意味ないよ、全部に。と思うと、公開ボタン押せますよ。私は動画上げるとき、いつもそれ。男は動画でパンツ一丁になると意外と何でもないらしいっすよ。今飛び抜けてる人、めっちゃ稼いでる人って総じて痛いと思います。痛い人が勝つ。痛いことをやる人が突き抜けられるし稼げる。逆に言うと稼げてない人は振り切れてないとも言うのかな。